場ということになっています。フリーキック、ファーサイドヘディング、同点になりました。1対1。決めたのは38番の西本。昨シーズン5得点を挙げた西本が見事に同点ゴールを挙げました。追いついたセレッソ大阪 U23。 この船木からのボール、ファーサイドマークが外れていました。西本のゴールでキーパーか内も